ラグビーのワールドカップ W 杯は28日、日本時間29日、サンドニで決勝が行われ、南アフリカが12から11でニュージーランドを下して連覇を飾った。試合後のロッカーで SH ファフデクラークがビールを手にした画像を大会公式が公開。これ以上ない朝日の宣伝、この姿でスーパードライの CM やってほしい、と日本人ファンの話題を集めている。画像 スーパードライの CM やってほしい。もはや恒例のビキニ姿でビール瓶を手にしたデクラークの実際の姿激闘を終えたロッカー。デクラークは、お約束、のビキニパンツ姿になっていた。満面の笑みでサムアップポーズ。右手に持っているのは大会のワールドワイドパートナーを務めたアサヒビールの主力製品、スーパードライだ。ラベルの正面がしっかりとカメラに向けられ、 南アフリカ国旗があしらわれた特製の瓶で開挙の余韻に浸っている。2019年の日本大会でも主力 SH として優勝に貢献したデクラークは、当時もビキニ姿で喜ぶ姿が話題となった。この日、大会公式 X、旧ツイッター、が公開したのは、4年前と今回の比較写真。世界に発信され、日本のファンからは今回の姿へのコメントが殺到した。 これ以上ない朝日の宣伝、ファフのお約束スタイル、スーパードライノンドル、ファフさんが選んだのは、辛口でした、朝日辛口で乾杯。のパン1ファフ兄さん、南アフリカシールのスーパードライ。この姿でファフにスーパードライの CM やってほしい、赤ちゃんみたい。ピュアな喜び。